神聖帝国の圧政に苦しめられてきた時代、ラバンヘルカンは連戦連敗の独立軍を立て直して反撃に転じるため、帝国の中枢部へ奇襲を仕掛ける。独立軍の皆よ、我々は多くの家族や仲間たちを失った。しかしこの悲しみを乗り越えて前へ進まなければならない。私は誓う、この戦いに勝利、敗北にまみれた戦況を必ず打開することを、アレボレアのために。後に黎明の勝利と呼ばれるこの戦いは、帝国に甚大な被害を与えた。怒り狂った帝国はダバンヘルカンの居場所を突き止めるため、次々と村を襲い、破壊と殺戮の限りを尽くす。最後にもう一度だけ聞いてやろう。反逆者ダバンヘルカンはどこだ？言ったじゃろう、知らんと。この虫けらが！最後まで口を割らんつもりか。実に不愉快だ。この小娘でうさばらしでもするとしよう。これを受け取れ。代々密かに受け継がれてきた欠片じゃ。この欠片は自ら継承者を選ぶと聞いた。頼む、衆を救ってくれ。お前のことを誰よりも慕ってる子じゃ。まだ敗北だ。歯応えのない奴だ。太古より受け継がれし意志に選ばれし者よ、このまま生き絶えるでしょう。継承の儀はここに果たされました。なんということでしょう。レイヴンが共鳴し、自らその姿を現すとは。深い闇の狭間から欠片の輝きが見えたんだけど、君が私を呼んだのよね。そ
それにしては継承者として未熟っぽいんだけど。でも命を懸けた思いがあるみたいね。いいわ、力を貸してあげる。あんまり長くは持たないだろうけどね。レイブン、別世界に存在するもののこの精霊は渡りガラスのような姿、太古の意志があなたを選んだ理由、深淵のような闇から這い上がり、これから待ち受けるあまたの戦いにおいてまた会うことになるでしょう。